皆さん、まずはね、この車ですよね。これ日本の名車というか、もはやね、世界の名車と言っても過言ではないトヨタのね、2000GT ですよ。これ僕はね、生で見るのは2回目ぐらいですかね。小学校の時にね、トヨタの自動車博物館に行ったんで、おそらくその時以来かも。まずね、この流麗なね、このスタイリングですよね。この流麗なスタイリングから見たいですよね。はい、このスタイリング、ファストバックスタイル、まさしくね、ファストバックスタイルの芸術品ですよね。まあ、ファストバックといえばね、ここからですよね。このショット、このショットをね、見てください。非常にかっこいい。で、バックショット、これね、さっき聞いたんですけども、実はね、輸出用のトヨタ 2000GT です。このバックランプはね、黄色になってる。これがね、輸出仕様だというね。まあ、あの国内仕様のやつはここは白なんだけど、黄色になってるという輸出仕様で、このね、昔のトヨタはね、ここにオーバーライダーがつくんですよね。ヨタ8しかりでね。で、このね、中央から出されたこのデュアルマフラーですよ。これがね、すごいっすね。で、こちらからもね、こちらからも見ましょう。ね、かっこいいっすね、これね。非常に美しい、もう芸術品ですよね、もう。このね、流麗なこのスタイリングも、もう芸術品といっても過言ではないっすね。で、トヨタ 2000GT といえばね、この七宝焼きですよね。この赤の七宝焼き、これがね、実はね、もう一個あるんですよね。あのトヨタ 1600GT にもね、この七宝焼きがついてるんですけども、そのトヨタ 1600GT はこの赤の部分が青なんですよね。赤と青なんですね。はい、でね、ちょっともう一度ね、各パーツをね、舐め回すように見ていきましょうね。はい、このトヨタ 2000GT、 まあもう僕はね、知らないんでね、僕が知ったかするよりもね、あのもう何も語らない方がいいかもしれないんで、はい、余計なこと言わないようにしますね。この前期と後期があるんですけども、これがちょっとね、前期か後期どっちかっていうのはちょっと僕ね、分かんないんですよね。実はリトラクタブルヘッドライトになっていてね、で、さらにね、このフォグランプ、フォグランプがついているんですね。これがかっこいいっすよね。で、前にオーバーライダーがついている。この白が綺麗。このね、横にもバンパーがついているんですよね。で、これですよ。この純正のね、ホイール。これは普通の鉄なんでしょうか、マグネシウムなのか、ちょっとわかんないんですけども、でもこれがね、非常にかっこいいっすね。ちゃんとトヨタって書いてますよね。非常にかっこいい。で、このね、砲弾ミラーですね。このね、この砲弾ミラーかっこいいんですよね、これが。はあ、非
常にかっこいい戦闘的なスタイルで、ここからね、なんか中の様子をエンジンルームをね点検できるんでしょうね、ここで、リアのね、このリアのね、この感じですよね。この手の車はね、ワイドフェンダーなんだけども、そのフェンダーの内側にね、この入り込むタイヤっていうのがね、非常にかっこいいんですよね。これがハーハーしてしまうんですよね。で、トヨタ 2000GT ね。で、このテールですよ。このテール、輸出仕様のテールをね、ちょっと皆さんにもう一度ね、舐め回すようにね、見ていただきましょう。で、この辺のね、ちょっとダックテールというんでしょうかね。このプレスラインが非常に美しいんですよね。ダックテールのような、流麗な、このプレスラインですね。で、まあ、J ラインのようなね、この Z のようなね、この窓ですよね。ちゃんとね、はめ殺しじゃなくてちゃんと開くようになってますね。後ろだけ開くんでしょうね。でね、ちょっと今オーナーさんのね、許可をいただいたんで、ドアを開けていいということなんでね、ちょっと貴重な体験をさせていただきますね。はい。はい。今ね、ドアを開けさせていただきました。もちろんレーシングカーなんでね、非常にレーシーですよ。この黒のね、革張りというんでしょうか。で、手巻きハンドル。で、これはね、何なんでしょうかね。まあ、これは灰皿だと思われるんですけども、これがちょっとね、この謎のスイッチがちょっとわかんないですね。不用意にはちょっと触れないんですけども。で、うわ、中めちゃめちゃ狭いっすよ。戦う車なんでね、非常に低重心。ロータスヨーロッパのような感じのね、低さですよね、これ。このシートがね、非常に、まあ、この当時のレーシングカーのね、シートですよ。で、でね、このステップのところね、この感じ。で、ステアリングはね、ウッドハンドルですよね。これ純正だと思うんですけども、非常にね、この当時のね、レーシングカーっていう感じがするじゃないですか。それでですね、ちょっとメーター周り堪能しましょうね。これはスピードメーターですね。一番右はスピードメーター240キロまで刻まれてますね。で、タコメーターはね、9000回転で、ここにね、右から電圧計、水温計で、オイルゲージが2つありますね。で、一番左がね、燃料計ですね。で、このね、シフト、このパターンとかね、皆さん見てください。かっこいいですね。非常にかっこいい。センターコンソールも木目ですよ、ね、このかっこいい。これね、2シーターでね、後ろもね、これウッド調になってるんですよね。非常にかっこいい。これクーラーついてますね。で、リアにクーラーがついている。リアにクーラーがついているっていうのがね、すごいですね。で、ここにね、空調のね、まあ空調のなんかゲージがありますね。もちろん冷房なんてないんでね、あれですね、この空気が外の外気をね、取り入れるんでしょうね。で、この車はね、ちょっと最近のナビが入ってるんで、この辺は加工されたんでしょうね。で、スイッチ類ね、スイッチ、あ、これあれですね、サイドブレーキですね。サイドブレーキ引くタイプなんですね。で、運転席の下にもね、なんか各種スイッチがついてますね。はあ。で、ターンシグナルってこれですよ、皆さん。これがね、ウインカーですね。上に、これをパチッと上にやると左、下にやると右。多分おそらくね、これ勝手に戻らないんじゃないでしょうかね。だから結構僕もやっちゃうんですけどね、右に出しっぱなしでずっと走ってるとかで、そういうことになってしまうんじゃないんでしょうかね。これで勝手に戻るんならすごいですけどね。で、サンバイザーはね、左右についてますね。で、天井はね、黒ですよ。戦う内張りですよね、これね。はぁ、非常にかっこいいですね、うん。で、こういうとこにもね、ここ外気をね、入れるんでしょうね、ここからね。はぁ、この閉める音にもね、皆さん注目してくださいね。かっこいいですよね。
ですか。はい。ですね、今皆さん、これはね、すごい光景が今からね、見えますよ。トヨタ 2000GT のエンジンルームをね、見せていただけるということで、うわ、すげえ、ソレックスがついてます。で、エンジンをかけていただけるということなんですよ、皆さん。名機。ちょっと後ろからもいいですか。2000GT にその輸出版があったっていうのが初めて知りましたね。ただ、はい、2000cc なんやけども、クラウンのヘッドを使ってるから、はい、50年も60年前の車やから、もう割れてないんですよ。あ、そうなんですか、はい、あれ、あのトヨタ 2000GT ってヤマハのエンジンじゃなかったんですかね。ヤマハですね。これトヨタって書いてるけど、中身はもう一緒なんですね。そうです、そうです。へぇー、やっぱこの辺はそうだよ。へぇー、すごい。はい、というわけでね、貴重なね、エンジン音を聞かせていただきましたね。エンジンルームなんでね、皆さん目に焼き付けておいてくださいね。はい、いや、すごいですね。というわけでね、日本が誇るスポーツカー、トヨタ 2000GT でしたね。